まあ、上位戦線に勝ち残っていくためにも、まあ、下位に対して取りこぼしということはできないというような気持ちではないでしょうか。さあ両チームのイレブン、 YSCC 横浜はホームチームのキックオフで今熱戦の幕が切って落とされました。キックオフです。まずは大きく蹴り出していきました YSCC 横浜。今治はアンカーの位置に今日はバックスビンが入っています。中央右が山田、そしてチャンスになるシュート、決まりました。さあ一瞬の隙をついての先取点、ドゥドゥのゴールです。先取点はアウェーの今治、非常に目につきますこの前半。ドゥドゥ打っていった、狙ったゴール決まった、見事な右足、6番のドゥドゥ2点目です。ミドルシュート狙いすました、右足巻いていったコントロールシュートです。ファーサイド高め、小玉の上空を抜いていきました。ステップを合わせて外野は1人かわして、さあオープンスペースに玉がドリブルで運びます。中央に福田、ティクブルが入ったって決めた、ポジションを変えてきました YSCC 横浜です。ここでイエローカードが出ています。今度にイエローカードと、その後のやり取りでもう一つ混乱、おっとレッドカードが出ましたと言いますが、イエローカードが提示されたその後のプレー、おっとここでドゥドゥの肘か腕か、さあアフターのプレーがありまして、もう一度ドゥドゥにイエローカード2枚合わせてレッドです。ご覧いただきましょう、カヤヌマがボロっていったところでしょうか。アフターのプレー少しカメラ捉えきれていない、外を回るロリスです。堂本はドリブルがある、バットしたボール、福田決まった、クロスが入る、ヘディング決まった、逆転オニエダ、スピード持っていく、さあ中にティネリも来ている、ファーサイドの一人は待っているティネリだ、さあ誰もいない、シュートゴール、4点目。ここで試合終了です。今季初勝利、逆転勝利で挙げました YSCC 横浜です。星川慶監督